GM チャンネル浦原キスケは3体で1体。どうもーゲームマーケットがお送りする GM チャンネルでーす。今日の MC はセリー。そしてそして相方はどうもお久しぶりです、コモンです。このキラキラとキラキラという輝かしい音色とともに登場です。エコーエコー響いてるね。あの動画で持ち上げすぎです。本当に優しいんだよ。本当に。そう。だからね、もうコモンのねツイッターねタイムラインを過去から見てますからね。今日はコモン何をするのかな。はい。じゃあ今回は、ブリーチコラボガチャ。イエーイ。そう、冒頭のあるあるで、分かった人は分かるかな？何人いるかな？何人いるかな？私はさっきね、コモンの、端末をちょっと見せてもらったからちょっとだけ分かるんだけれど、コモン説明して。3体で1体でどういうこと？はい、ですね、浦原システムっていうのがありましてですね、うんうんうん、まあもう3体浦原を持って、あとフレンドに浦原キスケがいると、うんうんうん、もう常に浦原を起動させることができるっていう、まあ俗に言う、うん、一時期流行ったクラウドシステムと同じような感じで、そしてそのクラウドシステムよりもしかしたら強いかもしれない。ほうなんてことだ。もうお邪魔を揃えばそれで終わりっていう。うん、ですよね。でもね、もう本当、もう私もう本当で勢いでね、魔法石マックス買いましたよ。当初の予定より多くなってますね。当初の予定よりも買いましたよ。ね、ジームコイン通してね。そう。そう。もうね、さっきのやつ見ちゃうと欲しいと思う。じゃあ浦原3体引きましょう。そう、浦原3体もしかしたらこの153を1体取るよりもそっちの方がいいかもしれない。一応レア度で言うと、まあ浦原の方が出やすいは出やすいので、星5なんで、で15は星6なんで、はい、ちょっと出にくい、はい、出にくいです。 OK、 分かった、はい、じゃあ153を3体出します。15は3体いらないです。間違えたもうじゃあ浦原さんね、それでちょっと美味しい動画になりますけどね。深いけどね。あのコメントクレームばっかになります。私別にヤミカエルちゃん確かにもう一人いたらいいなとか思うけど、あくまでもヤミカエルちゃんがもう一人いたらいいなって思ってるので、まあいちごさんを引けたら万々歳ですが、はい、浦原さん、はい、3体出します。はい、私の当たり、一番当たりは浦原だと思っているので、イエーイ。うん、とにかく引こう。それでは画面どうぞ。はい、もうね、浦原さん入ってます。入ってます。早い早い、すごいよ。もうね、3回連続で出るから。3回連続で、あ、コモン、はいはい、3回連続で出るんで、はいはい、私ね、本当こんな魔法石買う必要なかったかもしれないけど、あと残ったものはね、プラス集めたりね、スキル上げしなきゃいけない。そう、スキル上げがあるので、そちらの方に行こうかなと思ってます。そうですね、今日、うん、今回ブリーチのダンジョンで金の卵は全部スキル上げできるんで。あ、そうだそうだ。なんでそこを回してね、はい、はい、やっていこうかと思います。それではもう行っちゃうよ。もう入ってるからね、サクッといけます。そうですね、うん、入ってますもんね。うん、もう入ってます。はい、はい、この人が死神。死神ね、はい。死神、うん、そういうことですね。はい、それ、行くよ、引くよ。えい、引いてない。こんな風に。来たよね、来た来た来た。ほう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 、石田。石田さん、あ、違った、はい、あー、違った。クイーン氏ですね。おー、こ、あー、はい。で、この子はちょっと初見で、私、人見知りがちょっとあるんで、ま、そうですね、まあ、簡単に言うと普通の原作のキャラでは死神の一応敵っていう
あ、私が今死神って言ったからか。その敵が来たのか。まあ実際味方なんですけど、ね、あ、味方なのか。じゃあちょっとやっぱり願うよ、浦原さん。だってここに書いてるぐらいだからやっぱもう気づいてるんだよね。そう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 、もうすごいよって。そういうことです。だって普通ね、もっとね、銀じゃないのよ、書くでしょ。まあそうですね、まあ、金書いてますけどね。うん、うん、どうしました今日。え大丈夫大丈夫。あーリモコンテレビつけようかな。あ、ガチャだった。あ、ガチャだった。おー、ガチャだった。おー、ザ気持ちいい。あー、そうか、初見ですもんね。え、すごいよ、すごいよ。それ金です、金です。やったやっぱ無欲ってすごいね。そうですね、あの一応体調最強なんで。すごい。ってことはパズドラでも最強かもしれない。無欲で言った。そうですね。ってことは次も無欲で言ったらいちごさんが出るかな。そうですね、いちごさんか浦原さん欲しいんだよな。だもう思っちゃってるじゃないですか。あ、欲しくない欲しくない。でーで、おねえさんも本当に、あーなんかもうささくれができてきたなーって今思ってたぐらいだよ。おーってあれ、ちょっとネイルリムーバーなかったかなー。あー、ここら辺なかったかなー。ん、あ、端末だった。うわー、聞いたー。うわすげえ。いや本当にすごいです。わーい、本当にすごい。わーい、キスケさんって金なんだね。そう、金ですよ。そうなんですね。この子です、この子です。じゃあ次。ちょっと本当に無欲だから弾けたのかを試してみたいかな。そうですね。はい。じゃあ欲を次ちょっと完全に持ってみましょう。うららもう。そういうことか。織姫ちゃん、織姫ちゃん、いやすごい巨乳だね。はい、白ちゃんと真逆ですよ。巨乳です。はい、じゃあ無欲でいこう。うん、さあ、そうね、あ、最近肩が上がらないな。ちょっと上に上がらないな。下だったらいけるのかな。あ、勝手に端末が。あ、かぶっちゃった。かぶった。かぶっちゃいましたね。かぶったよ、石田さん。軽く放送事故起こしてます。これで動かなかったら、あれ止まっちゃったかなっていう。おお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 おやっぱり無欲って強いんですね、この。そうですね、いや無欲はやばいっす、ね、それを本気で無欲にできるかどうかが鍵なんで。そうだね。そうですね。そうですよ。そうですね。よし、じゃあ。え、私巻かないよ。私絶対巻かないから。私は浦原さん出したいから。なるほど、とこの無欲です。ねえ、みんな困らせながら進行して。よし、次。そうな、そうな、もう
生きること生きることを考えよう。よし。何ですかこれ。行く？私のなんかいろんな思いをもう出しといたから。出る。浦原さん出るよ。でも出てほしいと思ってないよ。持ってないよ。持ってないよ。くそ。出てほしいと思ってた。すっごい持ってた。あら、なんか大きな指紋が。これかな。お。くそ。なんすかね、全然キャラ出ないっすね。あれ一回落ちましたね。そうっすね。なんで、もらいます、忍ぶ玉を。なるほどなるほど、入ってるよ、もう。そう、押せば出てくる。そう、さっき入れといたやつですね。そうっすね。口閉じてるけど、音が聞こえるっていう。よし、出すよ。出た出た。なるほど、端末に向かって。そう、どうさあ調べてなんでなんでちょっと黙れ。そう、そう、石田ウリュウも織姫も裁縫部なんですよ、学校では。裁縫部しか出てこないって。うん。ごめんなさい、頭に何も入ってこない。ごめんなさい、こう。でもまだ9回、9回。そう、私カウント買っといてよかった。あの、ただね、2体揃っちゃってるから、ちょっと。そう、欲が出てるか。欲が出る、あ、そう、それだ。よくない、よくない、よくない、よくない。よくない。お気づきでしょうか。よしよしよし。さあ、あー、最近クラゲ立ってないな。クラゲ元気かな。お酒飲んでるのかな、今頃。なあ。なあ、クラゲな。クラゲな、クラゲ黙って引こうね。黙って引こう。織姫システムくれますね。いや、そんなないっすよ。でも毎ターン軽減が打てるっていうね。そう、ナイスナイスナイス。よし、まあまあまあ、それでなんか言ってみましょうよ。行くよ、私は。よし、さあ、もうね、欲が出ちゃってる。欲隠せないの、欲が。はい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 、よし。逆に織姫が欲しいっていう風に願えばいいかもしれない。織姫、私のもとへおいでなさって。織姫、織姫、で回せない。全然回せない。織姫、私のもとへおいでなさって。織姫。おお。なんとも言えない。やっと出しに来ましたね。初めて、うん、初めまして。ね、だからね、嬉しいですよ。副隊長ですね。副隊長、女なの？そうです。また巨乳さんです。すっごい、この
作者さんは巨乳が好きとかですかね。いや、もう織姫とこの子が2大巨乳キャラです。なるほど。うちにもね、一人巨乳の子がいますからね。どう突っ込んでいいですか。キスケさんもイチゴさんもいらない。嘘です。嘘。どっちで行こうかな。いらない。いらない。二人ともいらない。いらない。いらない。いらないんだから。いらないんだから。いらない。いらないんだから。お。あ、新しい子。はじめまして。チャドですね。チャド。チャド。俺に力を貸してくれよ。2列ヒドドップに変化って感じですね。え、すごいですね、すごい。あの、山竹さんに使いたい。これがラスト。会いたいの。おいで。音も消えましたよ。あれ？あれ？音が消えちゃった。ついた。あれ。うん、気持ち切り替えるよ。やるよ、やるよ、大丈夫、全然やるやるやる。やるから。やるやる、やるよ。やる。やる。あと一人欲しい。欲しいよ。いけ。本当においで。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 来て。ああ、おいで。ああ。取り乱しました。さ。さあさあさあ、あまりあれだと大体カットになります。大丈夫ですか。YouTube に上げられない。関係ないね。これは私の みんなが早く帰れるように頑張るから。頑張る。頑張れてないね。ごめんね。イエス。おお、今の完全無力だった。おお、ルーキアさん、当たりです、当たりです、当たりです。きた。多分使い勝手とするとイチゴよりこっちの方が使いやすいです。はい、よろしくお願いします。一応最大倍率出るのが8コンボ。8コンボ。できるかな、できるかな。わかりました。よし、もういっちゃおう。サクサクいきます。3回。出るな。サボヤ。ラスト。ラスト。もうちょっと突き上げできない。そうですね。でもやんなきゃね、今日中に。突き上げはやんなきゃダメですね。ラスト、浦原さん、おいで。すお、やっと最後の最後で新しいキャラクター、銀コンプですね、これで。夜市さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、いっぱい出てきてくれて、ルキアさんと浦原さん2体と、あとザラキケンパチが出ましたね。ザラキケンパチさん、それで銀はこう、全部出たのかな。銀は全コンプしましたね。はい。で、金がいちごさんが出てないと。いちごと、あと日塚や東四郎っていうのが出てないですね。出ていないとですね。何連したのかな。17連ぐらいね。あと一人いたらなって思ったけど、これ以上追いかけちゃダメ。
え、顧問何回引きました？自分27回。すごいなで、27回で金コンプはしましたね。なるほど、そっか、あと10回より引くべきなのか間違ってる考え方でもね、まあ、宝石ももうなくなったことですし、また貯め直さなきゃなとも思います。ちなみに2体ではシステムは組めない。一応新しい、はい、新神様聖新聖騎士のアルゲティが、はい、同じようにお邪魔ドロップ3つ生成を持ってるんで、はい、ただ木は3つしか作らないんで、はい、ちょっと弱くはなりますが、うんうん、まあ、ただ封印耐性持ってるんで、うん、封印耐性組みやすくするんだったらアルゲティを入れた方が組みやすい。ウラハラ2体とアルゲティとさっきのペルセポンね、覚醒フレイヤー。でもできないことはシステムに近いことは組めることは組めます。夢ですいつかそのシステムを組めるように。あと、その今顧問に教えてもらったその組み合わせ、その子たちを持っていないっていう現実はあるんですけどまずね、そうですね、ここからね、新しく出たばかりですからね、うん、なんで、まだ、まあ、宝石がたまり次第1回ずつ引くかもしれないからね、みんなちょっと今後のボックスに期待しといてくださいね。それでは顧問、今日どうでしたか？はい、いやでもなかなか良かったと思います、うん、金は17回で4つ出れば全然いいと思います、うん、しかも序盤にね、そうですね、よく出ました。そうですね、うん、よし、じゃあ今日は終わりますか、顧問。はい、うん、はい、GM チャンネルは、スタッフさんの動画とかこういうソロの、動画がいっぱいこれからも更新されていく予定です。なのでゴージャス動画並びに GM チャンネルも視聴の方よろしくお願いいたします。あと広めてねそれでは皆さん、バイバーイ、バイバイ。はい、終わりました終わってくれない GM コイン